ムスタファ4世、ムスタファ4世は、オスマン帝国の第29代皇帝。第27代皇帝アブデュルハミト1世の子で、マフムト2世の2位。1779年にムスタファは、アブデュルハミト1世とブルガリア人のシネペリーベル、スルタンとの間に生まれた。ムスタファは、宮廷で、英才教育を受け、父と共に町を視察することもあった。父の死後、 いとこのセリム三世が即位するがムスタファは、宮廷で快適な生活を送ることができた。セリム三世も父の死後しばらくは自由に生活をしていた。セリム三世が外国大使と越見するときは、弟のマフムトラと一緒に、それに付き添う時もあった。セリム三世は、ムスタファのことを気に入っており、ムスタファが反対制派と連絡を取っていても注意されるに、とどまった。 1807年、いとこの第28代セリム三世が、西洋化改革を推進したために保守派の反発に遭い、家にチェリによって廃位されたのを受けて擁立され、即位した。しかし、セリム三世の退位によって、イスタンブールから退避したセリム三世派の人々は、ブルガリア北部のルーセを支配するアーヤーン・アレムダル・ムスタファ・パシャを頼っていた。彼らの要請を受け入れたアレムダルは、 セリム3世の福井を掲げて拒兵し、翌1808年7月下旬にイスタンブールに入った。ムスタファ4世は、他の巫女の即位によって、自身の定位や命が脅かされることを恐れ、幽閉中のセリム3世と弟のマフムトを殺害するように命じた。結局セリム3世の殺害には成功したものの、マフムトは、なんとか生き延び、 同日イスタンブールに入ったアレムダルラは彼を、マフムト2世を担ぎ上げて即位させた。弟の即位によってムスタファ4世は、廃位されて幽閉され、母のシネペルベルは、反乱軍に捕らえられて、ハレムの一室で領辱された。マフムト2世の治世での実権は大採章に、就任したアレムダルが握ったが、同年11月、アレムダルが手勢を本拠地のルーセに返した隙をついて、 反対派の家にチェリがイスタンブールの大最小帝を襲い追い詰められたアレムダルは火薬庫で地爆死を遂げる事件が起こった。支援者アレムダルの死の知らせを受けたマフムト2世は敗イ殺害の危険を逃れるため過去の例に習い唯一の定位継承権者であるイボアニムスタファ4世の処刑を命じた。敗庭ムスタファ四世は四ヶ月の遊兵生活の後に殺害され、 意外は、スルタンアフメットモスクのアフメと一世異病に葬られた。ありがとうございます。